10月に、今田さんと東野さんがやられてる番組が名古屋でリニューアルされて新しく始まると、はいはい、それが内容としては、芸人とかタレントさんがまだ世に出ていない、若手とか、後輩なんかを紹介するという番組なんですよ。それの一発目のゲストに僕呼んでいただいて、でスタッフさん来てもらって誰にしましょうっていうんで、僕はその後輩に中本ってやつがいるんですけど、通なっかの中本ってやつがもうめちゃくちゃ面白いと、でいろんなこのトラブルに巻き込まれたり、いろんなことがこう巻き起こったりするんで、その中本っていうのを僕はその番組で紹介したいと。それ1時間も中本やったら中本も1時間行くんですよ。これ中本さんどんな話があるんですかみたいなことを聞かれたんで、その中本がパチンコに買ったんでマッサージに行ったと。マッサージで、まあ、狭いマッサージなんですけど、こうカーテンで仕切られたマッサージ、じゃあちょっとお待ちください言って待ってたら、向こうカーテンの向こうからてめえ怒るちまくなろーって言って、おっちゃんの怒号が聞こえたと。今度は施術してたそのマッサージ師のおばちゃんが、すいませんすいません、私のあのマッサージに何か不手際はございましたでしょうか。いや俺はよこの界隈のマッサージあっちこっち行ってること、あんた腕はピカイチだよ。では何でしょう。あんたさ汗かきすぎなんだよ。あんたおっさるとこおっさるとこビラビラじゃねえかこの野郎って聞こえるんですって。なんやこれめっちゃおもろいやんって中本笑い声、あの笑いこらえながら、ビチョビチョじゃねえかてめえこの野郎、これ見てみろよお前、こんな濡らしてよ、お前マッサージ師だったらよ汗を抑えるツボとかあんだろ、それ押せよ。もう押してるんです。じゃあ聞いてねえじゃねえかよ。それもう腕噛みながら笑ったらあかんわ。あんなんだよてめえこの野郎。おばちゃんが泣き出して、本当すいません、本当すいませんでしたって聞こえた。ほんなら、まあ言い過ぎたと思ったでしょうね、これで拭きなよ。いや涙だよってカーテンの向こうで、そのおばちゃん汗拭いたらしいですよ。おっちゃんが出したタオルなのかハンカチなのかで、いや涙だよ、いや汗拭いてるよおばちゃんって、ぐらーっ噛みながら笑いこらえたと。もういいよお前もう帰れよこの野郎とか言って、おもろいなぁ思ってしばらくしたら、お待たせしましたってさって開いて入ってきたのが、面パンパンのおばちゃんやって、あんたかいって思わず中本が言ってもうたら、全員我慢してたんでしょうね。マッサージ中ドガーン受けたって言うんですよ。なんだかーいで、芸人人生で一番受けたみたいな。そんな話をいっぱい持ってるやつなんですって言った、いいですねって言って、その番組に挑んだ。で俺が、いやこれ中本ってやつがいて、あそうなんそんなおもろいんや、そうなんですって、じゃあ中本ですって登場した。ほんでもういい空気なあ中本なあ、あのマッサージ行った時も、いやそうなんですよ、マッサージ行ったらおっちゃんの声聞こえて、汗かきすぎなんだよって言って、すいませんすいませんって言って、いや、これで拭きなよ、いや涙だよって言って、そのおばちゃんが泣いたっていうくだり全く丸々言わずに話進めてもうたもんやから、今田さんも東野さんも、どういうこと、涙だよってな、何や涙だよって言うんだよ。もうツルンツルンに滑ったんですよ、その話が、おもろいのに。ほんで収録終わって、もつ焼き屋、この字のカウンターも煙もくもくの熱い店で、で中本が、俺ほんと今日はもうやってしまいましたみたいな、なんで俺15年もやっててこんなことになるんですか、俺ほんとせっかく柔軟さんにこうやってってまた泣き出したんですよ、そこで。ちょっと俺、いやもう大丈夫や、そんなのおもろいなって、いや俺ほんと15年もやってて子供も嫁もいて俺情けないっすよって、うわー泣き出したんですよ。この字のカウンター若い人いっぱいいる、俺が後輩いじめてなんか泣かしてるみたいに見える、ここはちょっと笑いでドカーンと盛り上げな、お前そうや思て、あっちお店、おしぼりだったから、これで拭きなよっつった中本が言うて涙拭くんですよ。いやそこは汗を拭いて、いや涙だよドガーンってやらせてーって普通に説教始まる。怒る気なかったしょうがないな、怒るしかないもん。毎年単独ライブを
やっていまして、で、まあ、当然通常の仕事をやりながら、まあ、一人で全部作らなきゃいけないので、まあ、ライブ前に3週間くらいはもうずっと仕事以外の時間はもう部屋にこもってずっとネタを作っていまして、でも本当それこそご飯食べてる間もお風呂に入っている間もなんかずっとネタを考えてるんですよ。で、まあ、そんな中唯一のまあ安らぎの時間がもう布団に入って、で寝る直前10分ぐらいもう漫画を読むぐらいなんですよ。ただこれもあの新作だとダメなんですね。新作だと先が気になってやめられなくなっちゃうんで、大体必ずもう何回も読んだことあって明らかに展開を知ってる漫画じゃないとダメなんですよ。でもそういう生活を続けているもんだから、あのよくもう夢の中でもネタを考えてたりするんですよ。でよくあるのが夢の中ですごい面白いネタを思いついて、で起きてみて思い出してみたら全然面白くなくてがっかりするっていうパターンがまあ多々あるんですよ。でもそれずっとそういうことが繰り返されるから、だんだんもう夢の中でちょっと気づくようになって、あこれ夢だと、でもこれ夢だしもうどうせこれ面白くないんだって見てもがっかりしながら目が覚めるっていう、もうそれの繰り返しなんですね。である時3年ぐらい前にその夢の中でもうめちゃくちゃ面白いネタを思いついたんですよ。もう本当に面白くて、でそれが結構長めのかなりストーリー性のあるお話で、でもうお客さんももうものすごい笑って、しかも拍手も起こって、でそれがあまりにもよくできてるっていうことで映画化もされて、でそれが大ヒットしていろんな賞を総なめするわけですよ。で、まあ、ちょっと夢の中だからちょっとおかしいんですけど、もうそれがすごすぎてその映画じゃない賞までもうこれにこの映画がもう全部取っちゃうみたいな、もう日本中がもう大騒ぎになるっていう夢だったんですよ。ではこれすごいなと思って喜んでた途中でやっぱ気づいちゃったんです、あこれ夢だって。ちょうど授賞式の壇上でうわこれ夢だと思って、こんだけもう騒動になってんのにこれ結局夢なんだ、これ今面白いと思ってるのも結局起きたらもう何も面白くないんだと思ってがっかり仕掛けたんですけど、いやこれちょっと待ってと、いやこれは今までと違うぞと、これは夢の中だけどどう考えても面白いし、もう笑いだけじゃなくてもう物語として絶対完成度が高いはずだと、今までとはもうちょっと毛色が違うと、今回だけはこれ目が覚めても映画まではいかなくても絶対面白いはずだって思いながら目が覚めて、でもうちょっともうまだ寝ぼけてぼーっとしてる状態だったんですけど、もうとにかくもう忘れないようにもうメモっとこうと思いながらスマホ出してとにかくバーってメモったんです。でこれメモってる間もやっぱちょっとドキドキしてるんですね、いやこれ今回絶対大丈夫だと思いながらでメモって、でまた二度寝したんです。でそれからまた1時間ぐらい経って起きて、でまた、まあ、寝ぼけてぼーっとしてる状態だったんですけど、あそういえばなんかネタメモったなと思ってスマホ取ってで見たんです。そしたらもう箇条書きでうわーっと思いついたことびっしり書いてあるんですね。でその内容っていうのがもうそこに書いてあった順番で言いますと、あのお尻に尻尾が生えた男の話、名前は孫悟空、7個集めると願い事が叶う、ドラゴンボールを探したり、もう言うてもうてるやんブルマとウーロン丸っこやんか、亀仙人の弟子になるかっこクリリンももうだね、月を見ると巨大な猿に変身かっこ実はサイヤ人、矢印書いてあってだから強いってびっくりマークしたんです。でそれからピッコロ大魔王が出てきたぐらいで静かにスマホを置きました。もうぼーっとしてるからよく分かってないですよく知ってるから知ったんだろうね。はい、父親と初めてゴルフに行った話なんですけど、なんかどうやら息子とゴルフに行くっていうのはすごく夢だったみたいな。なるほど。あ初めて行った時にものすごいテンションが上がってるんですね、うん、そのウェアも全部新しいのを買って、うん、でドライバーもなんか買い直したりとかして、で、まあ、家までその実家から車で迎えに来てくれたんですけど、それもなんかもう1時間半とか2時間ぐらい先に早く迎えに来ちゃったりとかするぐらいも楽しみで、で、まあ、2人でゴルフで、その時私もゴルフ始めたてぐらいで全然もうルールとかもあんまりよくわからない状態だったんで、父親としたらもう息子の教えてやると、そういうのもあるんで、もうすごい意気込んでるんですよ。で、まあ、ゴルフ場着きまして、
でしたらゴルフばっかここに置くんだとかいろいろ教わって、で今日俺がもう全部教えてやるからなと、でゴルフ場もちょっといつもね俺が行ってるとことは違うちょっといいとこ取ってるからマナーとかもこの厳しいからなみたいなこといろいろ教えてやる、でまあ分かった、まあいろいろ教わって、でまあカートに積みましてゴルフバッグでスタートする前にちょっと写真撮ろう記念なんで2人でって言って、でまあデジカメ持ってきてました。でこう探してもなかなかそのみんな働いたりしてるんでゴルフ場の人がなかなかこっちに気づいてくれないんですよ。でダメだな気づかないなとか言って、で父親がもうバーッと自ら行って写真撮ってくれよっつって、でちょっと怒り気味なんですよね、うん、なんかこのなかなか撮ってもらえないとイライラしたのか、うん、これだいたい見えてたよなさっき目あったよな、うんうん、分かるだろう写真こう2人でこうやってカメラ持ってんだからさ、でスタートの時間も迫ってんだからちょっと撮ってくれよみたいな感じで、そんな父親じゃないんです普段、結構真面目な普通のサラリーマン30年以上やった父親で、もう意気込んじゃってそんな感じのテンションなんですね。でカメラをお渡しして、で撮って普通に撮ってもらったんですよ。でじゃあもう行くぞもうスタートの時間迫ってるからっつって、で俺運転するからっつって、で結構運転するゴルフ場だったんですね自分で。で最初のホールに行こうってバーって行ってたらなかなかつかないんですよ。あれっつって、あれゴルフってこんなに遠いのかなって思いながら、でもあんまわからないんで、うん、ゴルフ場のことがその時は、えああ遠いんだなっつって、ああっつって10分ぐらいつかないんですよ最初のホール。そんなに広いのゴルフ場はって思ってるんですよ。なかなか聞けないんですよ。でパッて父親の顔見たらもうなんかこんな感じになってるんですよ迷ってるんですよ最初のホールを、うん、であこれ迷ってんな、でもなんかどうしようかな、着くのかな、うん、ってまた3、4分5分ぐらい全然着かないんですよ、うん、でも聞いたんですよ、うん、これあれだよね、迷ってるよね、うん、って聞いたら、うん、迷ってないよ、まあ、もう怒っちゃったんですよ、うん、で、まあ、じゃあもうしょうがないからこう待つしかないと思って、うん、最初のホール着くまでこれ待ってたんですよ。したら 2,3 分してこうよしみたいなことをしてるから、まあ、見つけたんでしょうね、うん、バーって曲がったらそのまま国道出たんですよ。バンバンドラッグってなってこっち、そしたらもうダメだってなってレスキュー呼んで、そしたらレスキュー来てくれて、そしたらさっき写真撮ってくれた人が来てその人にめちゃくちゃ怒られてた。さっき怒られてた。いやなそれ、こんなことはないですよ。それは父親が目の前でもうすいません、新しい上の父親が切ないな。国道またぐ時あるからね、そういうところあるから。まあ仕事車で行ってるんですけど、バーって言っててあんまり走り慣れてないところで、まあ道路走ってる時に急にお腹減って仕事終わりで、この辺でなんか美味しいとこあんのかなと思って車止めて食べログ調べたんですよ、うん、だからちょっと行ったところにラーメン屋さんで、うん、結構な高得点やったんですよ、うん、でここやってるかなと思って、うん、ほんでそれナビ入れてビューって行ったら、まあ2時前ぐらいやったんですね、それも昼間のでバーって中見たら結構人気店やけども空いてたんですよ、うん、でバーって入って、ほんで店の中入ったら結構大きい店で、こっちはまあそうですね、まあテーブル席、うん、でこっちはカウンターなんですけど U 字のカウンターなんですよ、うん、で僕はこの U 字のカウンターのここに座ったんですよ、うん、でもうテーブル席は誰もおらへんし、であと一人ねお客さんでこの U 字のカウンターのこの辺にお客さん、うん、男の人が一人座ってたんですよ、うん、で僕はもうその U 字の真ん中座って、でまあオープンキッチンみたいになってて、うん、で店員さんがバーって来てくれて何にしますかって言われて、僕初めてなんでよくわからないんでおすすめありますかって言ったらカレーつけ麺が美味しいですと、うん、じゃあそのカレーつけ麺でお願いします。でわーって待ってて、ほんでまあそこの男の人もちらっと見て、まあ男の人やったんですけど何にもしてないんですよ、食べてもないし、ほんで普通に座ってあるんですよ。ほんでまあ思いながら待っとったらカレーつけ麺が来て、うん、で食べたんですけどうまいんですよ、まあ、うまい、なんかこうカレーも程よくピリッとなって、うん、出汁も入ってんのかな、麺とよく合うなっていう、これめっちゃうまいやん、ここ当たり見つけた思ってわーって食べてたら、まあオープンキッチンになってるんで突き当たりが外に出れるドアかなんかやって、うん、急にバーって食べとったらそこからなんかちょっと小太りの店長なんですけどバーって入ってきて、ほんでその常連さんの横ぐらいに立って、今正式に決まりました、この店閉店しますってやったんですよ。
なんで飛び込みで来て何この状況常連なろうみたいな店員さんたちもえってなってるんですよ、マジっすかみたいな、ほんでなんか言うたらドラマ見に来てるみたいな、もうみんなが、で、あ、本当に俺も悲しいですけどもう店終わりますってなって、で話聞くとなんかあのオーナーさんがおって、で店を何店舗かやってると、でその、店長さんは雇われ店長さんで、まあ、もうオーナーさんはしんどいから店を両方とも閉めると、ただ僕本当にカレーつけ麺とか頑張って作ってるからやらせてほしいというせめぎ合いがあったみたいで、でも結局今電話してきて帰ってきてやっぱ罰やったっていう瞬間やったんですよ、なんでこんな時にって、でもうあったらさっきまでずるずるずる食べてたのに音立てたらあかんのかなみたいなってなんかみたいなあんあん食いになってもらってもいいのかな、うまそうな回転やなみたいな、ちょっとカウンターもこの辺もやったんじゃってなってたら、その店長がその常連さんいつも来てくれてたみたいで、その人が俺本当いつなるかわからないけど俺自分の店やりますよって言い出したんですよ、で俺にはカレーつけ麺おいしいってみんな来てくれてる、僕も食べながらうまいうまい思って、でメインブラックこれも自信ある、何やねんメインブラックって思ってとりあえずメニューパーって見たら黒いラーメンでメインブラックっていうあのメニューの名前やってネーミングよ思いながらまたこうやってわー食べてたんですよ、俺自信あります、いつなるか分かんない、場所もここからも全然違うとかもしれないけども俺店絶対ありますから、俺が店した時にその常連さんに一番に食べに来てほしい、だから電話番号教えてくださいって言うたら、その常連さんが、ええわって言ってええってなって俺もうええってなって、いやってなったらめちゃくちゃなんかクールというかもう正直な方なんですよ、俺は今まで家が近かったから来てたと、それがものすごい京都とかでやられたらもう遠いから俺は行かれへんと、だからそんなのはええわって言うたんですけど、店長にしたらそんな答えが返ってくるなんて 0% をやったんですよ、なんでわーおーおーってなってバグったら人間こうなのかもだんがわーってなった瞬間に俺の方カー見て友人のカウンタープワーッと歩いてきて俺に向かってすいませんサインくださいなんでやねんなんでやねんなんでやねん気づいてはカロワさせてたんですけど、やっぱ熱い感じやったんでもうあいつええわ思ってたんがもう優先順位の2位にすがりついてきたみたいな、刺したし刺してるし刺してるし面白い、あれびっくりした、もうちょっと店はなくなったんですけど、ね、あそうメインブラック、メインブラック、ね、もし違うとこだったら僕が一番に行こうかなと僕はこの話したことないんですけども、ジャニーさんうちの社長の誕生日会っていうのを滝沢くんかなんかが仕切りでやったのかな、で中井くんもいかがですかって別にいいけどどんなメンバー組んだ、上はマッチさん東くん岡本くんで次は僕ぐらいだと、下はセクシーゾーンも全員来るとほんで行ったんですよ、で行ってまあほんでジャニーさんがいて、あどうもまず後輩がわって来てもう大丈夫ちょっとまず先輩からって言ってジャニーさんがいてジャニーさんいてマッチさんいて東君がいて岡本君がいてで僕は岡本君って男と男君がで僕は挨拶してどうもお願いしますね、ジャニーさんでおめでとうございます、マッチさんどうも東岡本ですで後輩たちもでバッと座ってでテーブルがあってそこにね60、70人ぐらいいたのかな、でジャニーズジュニアなのか、それからもうデブセクシーゾーンの下でもデビューしてるんだけどもまあ僕は無知なところであんま顔わかんなくて誰なのかなと思いながら、でもここはジャニーさんがいて両脇に東君がいてマッチさんがいて岡本君がいてでその端にちょっとねやっぱジュニアっぽい子がいたんですよ、でこいつがなんでそこに座ってんのかとそっち側ででもまあこれから出る人間なのか新人なのかわかんないけどでもまあジャニーズジュニアなのかもうデビューしてる子なのかでもそこら辺にもまあジュニアっていうかわかんない子がいたりしてまあいいかでもそっち側に座るのはおかしいんじゃねえかなと思ってでもマシさんにして東君にジャニーさんに言うから僕は怒るわけにはいかないしこういうのは下が誰かが直接の直の先輩が言わなきゃいけないんじゃないかと思いながらほんでなんかっつって雑談なんかしながらちょっとじゃあみんなちょっと席変えようかみたいなで隣に太一が言って「お前さ俺分かんないけどあいつ誰だ?」と
太一、国分太一、直の方がだ。あいつらと、お前が、俺が言ったらちょっと分かんないから、うん、トゲがあるから、うん、ちょっとお前、いやお前も言ってもじゃあもう上の方だよなって、誰かいないのか、あそこの隣で、ほら、今飯食ってるぞになって、うん、俺でしたよ、こっち側だと。なんであっち側にいるんだっつって、うん、で俺に挨拶もしてないと、なんだあいつさって誰なんだっつって、俺は腹立つなっつって、やめてくださいよっつったら、前田さんが来て、お前どうしたんだよ中井って、イライラしてんだこんなところって、うん、いやいや僕はそんなことないんですけども、うん、お前さこういうブレーコーなんだからさ、ガチャガチャすんじゃねえよ、ジャニーの誕生日なんだからよっつってすいませんっつって、何があったんだ、いや別に全然いいんですけども、うん、あそこの一番端のなんかガーキン僕わかんないんで挨拶もしないですし、なんであっち側に座んのかな、誰かやらなきゃいけないんじゃないのかなと思ったんですよ、俺の息子。気まずやば本当に分かんなくて、俺の息子すいませんっつって、で松さんの、おいっつって中井って挨拶したかっつってしてないっつって、あ挨拶まだでしたね、あの中井と申しますとこうって、そうだちっちこの人ずっと僕の顔怖い顔で見てた。本当に地面につけたよ。わかる、一応多少見てわかるやろ顔が出てるとか。でもジュニアが、いやジュニアもいたりだとか、ブレーコーだからいいんだけど、まさか待ってたら子供いると思わないでしょ、小学校4年生ぐらいなのかな。ずっとこの人怖い顔で僕の親父の話なんですけど、エロいんですよ、もう80ぐらいになるんですけどまだまだ元気で、でもずっとエロいんですよ、で何十年か前にデジカメプレゼントしたら、うん、そのデジカメで女性のお尻をすごい撮るんですね、うん、別に工作じゃない、全然工作じゃなくて、知り合いの方にちゃんと承諾得て、このお尻の形好きだからって言って、でも撮るんです、うん、そうでもデジカメのメモリーがもうお尻でパンパンになるんですよ、それぐらいエロいんですよ、うん、で、まあ、これ中学校ぐらいの話なんですけど、僕が中2の時にうちの親父が立候補したんですよ、愛知県小牧市っていう小さな町なんですけど、市議会議員に立候補したんですよ、でその時に息子だからいろいろ手伝ってて、で親父の人となりをプロフィールを書いたパンフレットを作って、でそれを集合団地にポスティングしに行ったんですよ、で A 棟 B 棟 C 棟 D 棟4棟あって、で僕が A 棟で親父が B 棟4階建てなんですけど、上からバーッと配って、で待ち合わせして次 C 棟 D 棟行こうって約束したんですよ、で僕は中学生なんでもう先配り終えて、で待ってたんですけど、待ち合わせ場所にこう待てと暮らせと来ないんですよ、心配になるぐらい来ないんですよ、おかしいなと思って親父の配ってる A 棟を見に行ったんですよ、そしたら助けかけたままですよ、糸田義孝って言うんですけど、糸田義孝っていう助けをかけたまま廃品回収に出されてるエロ本を立ち読みしてたんですよ最悪やな、エロ投資か、元気だな、すごいな、投資でたまるか名前書いた、たすきかけたまま有権者が出したエロ本を読んだんですよ、もうさすがに僕も何やってんだよって言ったんですよ、そしたら親父が、親に対してなんだその口の利き方それじゃないんだよ、それじゃないんだよ、すごいなそれは、受かって通ってないよね、3期連続当選、すごい、すごいな、仕事はちゃんと、仕事はちゃんとやったんですよね、副議長まで上り詰めました、今もお尻大好きなんや、今もお尻大好きですね、BS で、まあ、ミニ番組というか5分ぐらいの番組をちょっと前までやらせていただきまして、それが、まあ農業を体験するって番組だったんですよ、で私と、まあ、私の一応なんか冠番組みたいな感じでやらせてもらって、私と番組で作ったジャガイモのゆるキャラがいるんですね、その2人でちょっと掛け合いとかして農業体験みたいなする、でそのゆるキャラってポテポンっていう、はい、ジャガイモのゆるキャラなんですけど、でまあ打ち合わせの時にその、まあ、よろしくお願いしますといろいろ話聞いて、そのポテポンの中に、まあ、人が入るわけなんですけど、
それがあのその番組の作家さんが入るってことになったんですよ、うん、でその作家さんっていうのがもうその、まあ、お笑いの世界で30年以上その飯を食ってるっていう結構大御所の方で、うん、60代ぐらいの感じの方が入ると、うん、しかもあの、まあ、ロケ、まあ、12回ぐらいあったんですけど、うん、ほぼ夏なんですよ、うん、ロケが夏でその結構お年で召した大御所の作家さんが、うん、そのゆるキャラに入る大丈夫なのかなと、うん、もうスタッフさんに聞いたんですね、ディレクターさんに。そしたらあの、まあ、AD さんとかでもいいんですけど後から声当てたりするんで、うん、あの作家さんが入ってた方がその掛け合いがうまくいくと思ってそのお笑いのことを知ってらっしゃるん で、うん、そうそうそう、でその作家さんも任せておいてくださいと、うん、そのまあ、お手柔らかに頼むよみたいな感じの、うん、まあ、感じの人だったんですよ。で、ああ、まあ、そういうことなんだと思って、まあ、ロケを、まあ、やることになったんですけど、その台本っていうのがほぼその12回ほとんどダジャレなんですね。ダジャレが多いんですよ。結構渋め、渋い感じの台本。渋めのあの、ブドウ畑に行った時があって、そのブドウ、今日はブドウ畑ですみたいなポテポンが言うんですよね。で、私が、ブドウか、なるほどな、ブドウか、ブドウか、ブドウか、せいせい台本ですよ。せいせいそれは戦う方のブドウかみたいな感じの、そういう感じの渋いね、渋い感じの渋いなって思ってまあまあでもなんかその収録ね、ロケ行ったらなんか結構盛り上がるのかなとか思いながら、でまあ当日行きまして、でブドウ畑でなんでしょう、でせいせいやるんですよ、ブドウかブドウかせいせいってやって、うん、ちょっとそれだけじゃちょっといたたまれなくなって、うん、まあ、そんな大したボケじゃないんですけど、せいせいってやりながらフレームからこう出てったんですね、せいせい、そしたらそのポテポンが、うん、そのいやどこ行くのよみたいな感じで来るだろうなと思ったら、うん、ポテポン何にも言わずに、うん、私そのままブドウ畑出てっちゃったんですよ、うん、でおーいみたいな、うん、あれめちゃくちゃやん、めちゃくちゃもうドキドキしちゃった、うん、でなんかそのいろんな他にもあの行ったんですけど、まあそんな大しちょっとしたボケを足すぐらいの感じなんですけど、ことごとく突っ込んでくれないんですよね、ポテポン。ポテポンが突っ込まないんだ。であれこれなんだろうなって考えたんですよ。聞くわけにもなんかちょっと怖かったんで、やっぱりあれなのかな、そのボケがあんまり面白くない、大したことないから突っ込んでくれないのかな、やっぱ大御所の作家さんですしと思って、ちょっとまあモヤモヤしてたり。でその後もいろんな結構いろんなことをボケを加えてやつ、まあ、一向に突っ込んでくれないですよね。で最終的にはやっぱりもう台本通りやろうと思って、その渋い台本、ダジャレの台本をそのまんまやったら結構スムーズにいくようになったんですよ。で、まあ、最終回第12回目のでエンディングになりまして、そのポテポンとあのお米を10キロぐらいのお米を2人で取り合うみたいなくだりになったんですね。でなんかそのいやよこせよ俺によこせよみたいなやってて、で結構こう勢いついちゃって、私ポテポンのことをその倒しちゃったんですよね、うん、足引っ掛けたというか、なんかしたら結構な勢いでズラーンってその大御所さんの作家さんの入ってポテポンがもうひっくり返ったんですよ。でその時に謎が解けたんですけど、ひっくり返った瞬間にその着ぐるみの中からバサバサバサーって台本が出てきて、バサバサ台本とペンライトが出てきたんですよ、うん、ポテポンずーっと台本をこうやって大御所の作家さんが汗だくで台本をずーっとこうやってたから全然アドリブに対応してるんだなるほどっつってすいませんっつったら、もうその後なんか横になって弟子に仰がれてました。おじさんいいねポテポン、すごいなぁ、ねえ、あざこしたねポテポン。和田アッコさんいるでしょ、はい、でアッコさん、まあ、ちょっと他局で申し訳ないですけど、うん、ダウンタウンデラックスとかちょこちょこ来て、うん、ゲストで来ていただくんですよ、うん、でまああの時どういう流れでああなったんかな、ちょっとでもアッコさんと清師匠は俺の中でちょっと似てて、なんか目向いてなんか言うよね、あ清師匠やったら先輩やなお前みたいな、アッコさんもなんかそういうとこあっていざという時目向くよな、はいはいはい、あの時のどういう流れかあんま覚えてないんですけど、 あんたうちにしばかれんのとキスやったらどっち選ぶでみたいな押してきはって、俺がうーんって言って、芝居て
って言うて、ほんなら客がわーって受けて、どんだけキス嫌やねんの流れがあって、これが天丼で、結構その日受けたんで3回ぐらいやったんかな、しわいてみたいなのガーってやってたんで、終わってお疲れ様でした。でアッコさんって終わってから結構メールをしてきはんの、今日ありがとう楽しかったわってま来て、で俺もまあいやいやいつもいつもありがとうございます、僕も楽しかったですって返した。ほんならもうでところであんた、あの私にしわかれんのとキスどっちがええのってまたこう今度活字できたんで、はいはい、あのしわいてって返したんですよ。でそんなもう結構しつこかったのよ、ラリーが何回も。でそろそろ俺も大きく落とさなあかんなと思って、また何回か来たんで、はい、愛のあるキスしてって送ったんですよ、はい、でそっから何の帰りもないわしゃ振られたんかいそうですね、振られたことになりますね。振られましたね。振られましたね。女性としてはダメだ、男性じゃなくてダメですね。なんかさ、ちょっと滑ってる、振られたみたいな。未だに落とさたなしなの。どういうことやねん。アッコさん引いたんすかね。引いたんかな。うわそんなんやったらやばい。そこまで踏み込まないで。そんなんじゃないっす。何でやってたのに。腹立つわ、あいつ。僕バイクに乗ってるんですよ、うん、ピンクのハーレー乗ってるんですけど、ジュニアさんに本当にいろんなところでお話ししていただいて、あの面白くいじっていただいて、ものすごくバイク自体がもう有名になりすぎたというか、もうバイク止めてるだけで爆笑なんですよ止まってるバイクで爆笑が起こるんですよ。でそのバイクにまたがった井戸田を見ると大爆笑もう恥ずかしくて、はい、俺昼間一人で乗れないんですよ。なんか知らないのなんで。いや、俺もそのピンクのバイクがド派手で、まあジュニアさんが番組とかで、あのカイヤさんが乗ってるみたいだね。カイヤモデルだなとか、ポールダンスをやってるようなお店でオブジェで飾ってありそうだなとか。まあ秀逸な例えなんですでも、はいはいはい。だからそれが置いてあったらみんな爆笑するんですよ。で昼間恥ずかしくて乗れなくて、もう夜になってやっとぐらいなんですよ。一人でちょっと都内、目につかない、ね、流すぐらい。まあみんなでツーリング行くときはまあいいんですけど、この間あの中途の福ちゃんと一緒にツーリングしてたんですね。で高速バーって二人乗ってたら、隣に旧社会がいたんですよ、うん、その旧社会っていうのは昔暴走族的なことをやられてた方が40代50代になって生活も落ち着いてきて経済的にもゆとりが出てきたから、もう一回青春取り返そうかみたいな感じで、まあそのいい、まあ、改造はまあまあしてるようには見えるんですけど、まあもうちゃんとしたバイク乗って、ギリギリのバイク乗って、 OB みたいな。そうなんですよ。それがもう2、300台いるんですよ。でもビビっちゃってうわーと思ったら、もちろん有名なバイク俺乗ってますから、はい、テレビで有名な、うん、それを見つけたんですよ、一人、うん、旧社会の一人が。さ、そいつが、うん、みんなにこう伝え回ったんですよ、うん、うわーってうわーってなって、一、うん、人が一人に伝えて、うん、全員に伝わって、さ、その2、300台が、うん、ここ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 と後ろに下がってきて、うん、俺のケツにピタッとついてるんですよ、うん、あれ、うん、俺2、3キロ先頭で走ったんですよ。あーすごい、その様伝説の総長ですよ。ピンクのハーレーで2、300台の属車引き連れてわーって言ってる。気持ちいいじゃん。いや、気持ち怖いですよ。ありがとうって車もいるんですけど、バラ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 って挨拶して帰ってる。いいと結構な大福だね。すごいんですよ。いや、でも僕は好きでの。まだ乗ってんの。まだ乗ってない。でもなんでそれ、そんぐらいなりじゃないか、いじったから有名だったの。今度じゃあ乗ります。いやいやいや、それは大丈夫。なんでそんな爆笑されんのか。5年くらい前に、はい、地方で仕事がありまして、で朝8時羽田発の飛行機に乗らなきゃいけないんですけど、ちょっと寝坊して起きたら7時だったんですね、うん、でこれやばいなと思って、まあ、慌てて家出たんですけど、あの、まあ、電車だともう確実にもう間に合わないと、うん、ただタクシーだったら、まあ、運転手さんの技術だとか、まあ、混み具合によっては奇跡的に間に合うかもしれないと思って、うん、とりあえずタクシーに乗ったんです。でその運転手さん大体30代後半ぐらいのちょっとスポーツ狩りの
まあなんかちょっと威勢の良さそうな感じの運転手さんで、うん、あのすいませんちょっとあの羽田まだどれぐらいかかりますかねって言ったら、まあこれ1時間ぐらいかかると思いますねつって、あそうですかって僕はちょっとがっかりしてたら、お客さん、お客さん、あの何時の飛行機ですかって言われて、でちょっと8時なんですよって言ったら、あそれやばいですね、ちょっともう約束はできないですけどやるだけやってみましょうって言ったら、すごい運転手さんだと思って、じゃあお願いしますって言って出発したんですね。でもその運転手さんはもう、あ信号待ちだとかもういろんな混み具合とかも計算して、んでもうなんかあの抜け道とかも駆使してもう全力を尽くしてくれるんですよ。んでそのカーナビ見て、これ今あと50分かかるって書いてますけど大丈夫です、もう俺この通り行かないですから、うん、なんとかしましょうっつって、うん、ありがとうございますっつって高速に乗ったら、もう奇跡的にガラガラでちょっと間に合いそうな感じになってきます。で運転手さんもお客さん持ってますね、これマジ行けるかもしれないですよっつって、あそうですかとか言って、でこれぐらいから僕ちょっと思い始めたんですけど、もうこんだけいい運転手さんでこれだけしてもらったわけだから、もうこれ降りるときお会計はもう1万円を出してもう釣りはいらないですって言おうと、もうそれぐらいの出来事だと、もう感謝の気持ちとして、で多分その車内の盛り上がり的にも運転手さんも俺チラッとよぎったんじゃないかなっていうぐらいのもうなんか空気だったんですよ。で結局、残り、まあ、出発まで25分前ぐらいにはもう空港が見えてきて、でも2人でもう喜んで、これはもう確実にもう1万円札出して、でお釣りいりませんのパターン、僕生まれて初めてやるんですよ、こここそやるべきだと思ってついてメーター見たら9980円だったんですよ。うわそっかーと思って、 なんか僕のイメージ的には7、8000円で1万円出してお釣りいりませんだったんですよ。20円でお釣りいりませんでわざわざ言うのってちょっとなんか気まずいし、だからってお釣りを手出してもらう気にもなれない、多分逆にジャストだったら多分何もなかったんです、多分そこはもうどうしようと思って財布見たら2万円入ってるんですよ、うん、いやいやいや、もう1万いや気持ち的にはもうそれぐらい上げたい気分だけども、もう1枚ってもうこれお釣りではないです、もはや別のお金になっちゃうから、新しいボーナスだからちょっとなんて言っていいか分かんないし、どうしようと思ってもこれはもうしょうがないと、もう1万円札出そうと、もうあと気持ちだし金額じゃないから、でまあ、悪いことしてるわけじゃないから1万円出して、で、あもうこれお釣りいらないですって言ったんですよ。で運転手さんがあーって振り向いて1万円札を見て、で多分、お釣りが20円だっていうことを認識する間が1秒ぐらいあって、ちっちゃい声でおどもーすって言ったんですよ。おどもーすって言ったんですよ。あーって多分ここまでは、ここまでは多分いくらかもうちょっともらえる感じだけど、あーって確認して、わかるわ、でも、まあね、僕が降りた途端にうわーって、しょうがないよね、誰も悪くないです、誰も悪くない、この後の運転は荒かったよ。今回なんていうんですか、私事であれなんですけど、本当にこう、いろんな方に、そうですよね、本当にお祝いをね、うん、いろいろいただいて、はい、例えば、さんまさんから、笑いの神舞い降り台って書いた祝儀をこういただいたりとか、すごい大きなこうしゃれたバスケットに開けたら可愛らしいものがいろいろこう詰め合わせみたいに入って、誰からと思ったら内田裕也さんとか、うわ本当にいろんな方からこう家電とかもいただいて、ほんま今うちの家にあるお掃除ロボット全部スイッチ入れたらもうガッシャンガッシャン、なると思うんですけど、そんな中この間、まあ、ある番組終わりで楽屋いたら中井さんが「ジュニア本当おめでとうな」っつって茶封筒をねこう持ってきてくれはったんですけど、はい、もうこんなんなんですよ、ね。いやいや怖い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 です怖いです怖いです、いやいいいいからいいからいいから、俺本当おめでとうなー言ってパッと渡してこう帰って行きやった、うん、ありがとうございますって見たら、これがジョークでボケで全部千円札なんですよ、うん、なんですけど千円札にしたってこの厚みやから、はい、なかなかの額なんですよ、だからボケだいぶ薄まってるんですよ、わかりにくい、これね、なるほど、ペソと
か、なんかルピーで歓迎したら、いや、こんな額になりましたよって分かるんですけど、いただいてこんなこと言うのはあれですけど、スターすぎて、あれ、ボケ弱いですよ。ビッチマンのおもちゃやからちょっとね、ちょっとずれちゃったからね、ちょっと。あれはね、ボケ弱いんですよ。いや、迷惑かなと思って、迷惑なボケだなと思ってたんだけども、あそこだって、あれ、薄まるんだね、私、10年以上乗ってるあの原付があるんですよ。でしかも10年前に買った時にネットオークションで買ったんで、その何年か分かんないですよね。何年ものなのか分かんないです、はい、もうボロボロで、あのシートにあのシートがもうズタズタなんですよね。でビニール袋をかぶせて乗って、塗装ももう剥げちゃって、もう鉄が見えてるぐらい。ただでも動くんで、走るんで乗ってるんです、たまに。でもあのセルじゃ動かないんですよね。だからもうキックスタート、でも動かないんですよ。なんでこの押し掛けって、このちょっと小走りしながらこう原付をこうやってて、エンジンかかったらこうバッて乗るっていう方式なんですけど、であのこの間あの家の近く、まあコンビニに行こうと思いまして、家にて結構コンビニがあの遠いんですよ、 500m ぐらいあるんで。で寒かったんでちょっと原付で行こうと思いまして、で原付乗ってこのいつものようにこの押し掛けをしたんですね。そしたら結構寒い日だったんで、なかなかかからなかったんですよ、エンジンが。で、かからないまま、押しがかりのままコンビニ着いちゃったんですよ。で、置いて、また押しかけてこう帰ってくるっていう。体ポカポカでしたね。寒い日だった。ばあちゃんのあれやんか、ばあちゃんが。僕吉本にいてまして、まあ、大先輩すごいスターの方はたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、清志師匠本当にあの漫才で頂点を極められた大先輩でございまして、まあ、僕らみたいな下っ端にも本当に優しくて、普段からもうニコニコ、もう怒ってるところなんて見たこともない。やっぱそれはどっから来るのかなと思ったら、元々の人柄もあるでしょうけども、まあ言えば全てを手に入れたというか、死ぬほど金持ち、嫁はん、もう仕事でも結果を出し、何やったら国会議員になって、なんか何万票取って、そしてまた今も NGK に出られて健康だという、もうそれは穏やかなるわいな、そら。何も僕なんて売れたい売れたいというこんな顔してんのに、もう穏やかにされててすごいなと思ったんです。でもあの方は、吉本の大きなお祭りとか特番とかになったら出てきてちょっといちびって、三点倒立を必ずやるんですよ。まあ新喜劇のベテランの方でもそうです。割と65を超えたら健康自慢をしたがるんですよね。はい、俺はこんなに年いってるのにこんなに健康なんだみたいなこと、まあ僕もきっとその年になったらなるんでしょうけども、まだ分からない、それがちょっと分からないんですけど、不可解な行動でわーって盛り上がってたら、おお三点倒立しようかとか言うんですね。でみんな別にそんなにそう見たいかって思うんですけど、やっぱりそれは一般の方の、お年を召した方に、僕はこんなに元気です、皆さんに元気を届けたいという、まあ社会貢献福祉の気持ちですよね、やられてます。でいつも大きなイベントになったら絶対三点倒立しはるんです。でも僕らテレビで見てたりこっちから見てたら、三点倒立やります言うてこうついてこうするから、このまま立ち上がるんで裏側しか見えないんですよ、背中とお尻でピーンって取って、もう、ね、3分ぐらいずっと三点倒立やられてて、ああすごいなと思ったんですが、ある時関西テレビの特番で僕ひな壇座ってたんですけど、東野さんと藤井さんいらっしゃって、真ん中で清志とカメラの方をここに向かって、よっしゃ三点倒立しようかってなったんです、なと思って、ほんだら僕ここにおったんですよ、ここでやりはったんですよ、ってことは裏がそのいつもの裏を見れるんですよ。ああ清志師匠すごいな、三点倒立やりはるんやと思って、ピーンって清志師匠三点倒立やられたんですよね。わあすごいと思って、どんな顔してんのかなと思って、パッて顔見たらくんな顔してたんですよ。必死の顔、いや楽々にやってんのかな思ったら、かったいスタジオのカンテレのところに地頭つけてるからくんな顔してたんですよ。あんな見たことないです、清志だっていつもこうじゃないですか、三点倒立やってる時楽々にやってるのかなと思って、裏側から見たらくんな顔してたんですよ。白目はバカった。まだ売れたんや。まだ売れたんや。三点倒立で踏ん張ってんでしょ。あんな金持ちでそんな痛いところで三点倒立する必要あります？でも楽にやってるんやと思って。お茶の子再三でやってるんかなと思って、裏からから見たら、くんま
震えちゃう。なるやろ、せんでええやん。金あろうがなかろうがなるやろ。くれたりくれんで。お前上から途中、清志って言うたから。一回言うたね。いや、言ってもらったんですよ。やっぱり、滑らない魔物でございます。すいません。いや、まあ、あの人も売れたんやなという話です。ついてるマネージャーさんの前のマネージャーさんの話です。皆さんのマネージャーさんの感じと多分僕らの会社のマネージャーさんでちょっと違うのかな、やっぱり芸人さんと。で今のマネちょっとやっぱりあの 若いってこともあってちょっとまあおっちょこちょいというか、うん、僕が求めるマネージャーさんというのはなんか一個先を読んでほしいとか、うん、なんか応用力対応力みたいな、はい、でも、このねこの収録とこの収録の間にお弁当食べたいからどこどこ買ってきてやったら、まあお茶も言わなくても買ってきてほしいとか、じゃあこの収録とこの収録1時間の収録で15分だから全室でいるから控え室に戻らないからって言ったらなんかタバコを持っててほしいとか、なんか応用力みたいなのが欲しいな。であるロケの時に東北の方で仕事が終わって収録が終わって出発時間までちょっと時間ありますつって、ああどうしようかなって、どんくらいだろう東京までね、1時間半から40分50分ぐらいかかると、どうしようかな、じゃ あの出発時間まで時間がありますんで車でお待ちください、あじゃあ車待ってます、それでマネージャーさんに、うーん2時間近くあるからちょっと雑誌買ってきてくんないかな、じゃあかしこまりました、ちょっとね神々の人なんですよ、資料がちょっとたまにピッピッピッかしこまりました、大丈夫ってどんぐらいですかっていう、どんぐらいって、その僕の伝え方が悪かったんですけども、まあ適当でいいよって、こういうジェスチャーというか、うん、こんぐらいでいいよ、かしこまりました。ほんで、出発時間です、乗りました、そしたら、しばらくだって、あ、そうだって、あ、あれ買ってきてくれた、あ、買ってくれた、お待たせしました、はい、どうぞって、それなり、梨ですって。え？俺さ、雑誌って言ったな。梨です、梨。逆によく梨買ってきたんですよ。梨を2袋買ってきたんですよ。まあまあいいよ、でもスタッフもいるからみんなで食べようよ。次の週同じようなロケがあった、それは都内だったんですけども、はい、都内でロケ、その真夏でしたから、うん、ただ2時間3時間ぐらい炎天下の中で結構やってて、うん、暑いなって、もう汗だくなってましたから、ほんで車の、じゃあ、撮影終わりました、じゃあちょっと車にお戻りくださいって言って、次の現場まで車で行ってくださいって言って、うわって乗った時に、こう、冷房を入れておいてくれればいいのに、もう汗だくで、何分か前に入れてくればいいのにって、もういいやと思って、じゃあ、もう移動しようか、でもちょっと暑いわ、エアコン18度の最強にして、ちょっと、ちょっと悪いんだけども、これちょっと我慢できないから、ちょっと缶ジュース買ってきて、かき込まりましょうって。何がいい？何でも炭酸つったらもう速攻なってすぐ行ってまいりますって言って、もう本当暑いからこれもティッシュで拭いてっつって、結構早く帰って、お待ちどうさまでしたっつって、ビニールブルブルってつって、これ何？炭酸の乾電池ですって炭酸の缶ジュース、この状況で俺が暑いもう汗だくでどうしようもないから、速攻今欲しいものは炭酸の乾電池のわけがないべって、すいませんでしたで秋の人事異動で稲垣君に移動しましたエリアでも逆に、すごいね。ちなみに稲垣君に9年つきましたかっちりハマったんや、かっちりハマったんや、かしこまってるんや。どうもかしこまってた。今までお世話になりました。ちょっと喋れない本当に。もうかれこれ15、6年前になるんですけど、もう本当にその頃ってもう本当にもうしょっちゅう松本さんにご飯連れて行ってもうたり、お酒飲ましてもうたりしてて、でまああのまあ。そこに女の人が来るみたいなこともあったり、まあまあ、でまあ僕の知り合いが飲みたいみたいなこと言ってるんで、松本さんいついつどうですか、ああその日空いてるよ、あほな僕ちょっとセッティングしますんで、うん、また時間とお店なんかははっきり決まったらお伝えしますなんて言いながら、バイクで事故ったんですよ。わー、ね、でその言うてた日俺 ICU で生死さまよってるんです、うん、その日にあ、ジュニア仕込んでたなって言って、うん、俺集中治療室入って生死さまよってる中、う
ジュニア店も時間も聞いてないけれども、あいつが仕込むということは大体これぐらいの時間にあの店ちゃうかって言って予想で行ってコンパ開催したんですよ。結果一人女性持ち帰ったんですよ。ね、すげえ急みたいなことがあってすごいななんていうのがあって、その頃も俺退院してしばらくした時に、ある日フライデーに出たんですよ、うん、で松本人志千原ジュニアがこう合コン一部始終みたいなんで、そのライターさんがこう予想でいろいろ書いてるんですよ、うん、コンパで女性が何人来ててみたいな、ほんでいろいろこう一生懸命口説いたけれども女性は結局帰って、後半はもう2人でずっと飲んだみたいなのをこう写真付きでニット帽をかぶって、うん、女性に帰られ寂しげな千原ジュニアみたいな、うん、でフライデーに出たんですけど、その写真全く俺じゃないんですよ、全く俺その日見覚えないんですよ、っていうのは俺松本さんには現に誘われましたけど、その日仕事で行けないんですって言った日なんですよ、全く俺じゃない写真が千原ジュニアって言って乗っけられてるんですよ、ライターカメラマンがどう間違ったか、まあ普段一緒にずっとおるからもうそうやと思い込んでたんですよね、全く違うんですけど、その写真に写ってる本人から俺電話かかってきて、ほんまごめんな、なんでこんなことになってもうたんか、ジュニア全く関係ないのに迷惑かけたな、これほんまもうどこで言ってもええから、自分じゃないっていうのを言ってええから、もう俺の名前出してええからって言って、わざわざ電話してきてくれた、その人言ってええって言うから言うけど、中井正広さん。ありましたよね。あ、全然ジュニアじゃない。ま、俺も似ても似つかわない。だから写りがそう見えんとか全然じゃない。モロ俺なのね。モロモロなの。ほんで俺もその時に松本さんなんか出たのに俺ね。ほんでジュニアってなってるっつって。だからまあ週刊誌は想定したんだろうね。これはもう松本さんイコールジュニアだっていうの。決めつけてたでしょうね。でもジュニア確実に俺より頭一個ってでかいやん、はいはい、全然でかくないなんならちょっと小さいですからなんならちょっと小さいくらいあれ何やったんや、あれ本当に分かれへんねん、不思議ですよね。そう、なんかサングラスはしてたのかな、まあ、ニット帽かぶってたんだっけな。でもまあ全く違いますよね。なんで俺間違えたんだろう、だから遠目で撮ってて分かんなかったんだろうね、暗くて夜だったりして、そうですよね、まだにあったわ、芸能界七不思議の一つかな。あのですね、相方の中川パラダイス、の奥さんがめちゃくちゃ共済家で、その、まあ、パラダイスがすっごい浮気をするんですよ、女の子大好きなんですよ、昔結構遊びにやったみたいでやめられる、だから今あの携帯に GPS をつけられてるんですよ、で GPS っていうのは例えばパラダイスが今どこにいてもこう人工衛星を介して嫁が家でいるからパソコンを開いてこう青い光で常にこうもう道中も一個一個出るんですよ、だから仕事の帰り道一本違うだけですぐ嫁から電話かけて正規のルートで帰りなさいって言われるんです、それぐらいめちゃくちゃ厳しいんです、でパラダイスはこう束縛をされればされるほど遊びたくなるんです、ね、でもいろいろなんか女の子と遊ぼうとするんですけど、やっぱ嫁がすぐ電話かかってきたりするんですよね、で沖縄に行った時にあの吉本の劇場があるんで、沖縄の事務所があるんですよ、吉本の、ね、劇場があって、そこで夜にクラブに行くと、ノンスタイルの井上と一緒に行くとなった時にやっぱこう嫁が GPS で見てるから、なんとかそこはしないといけないということで、パラダイスも考えて2階が居酒屋になってるクラブを探したんですよ、つまり GPS は居酒屋に反応するんですよ、上からしか見てない、上から見てるから、あそうか、だからパラダイスが考えてクラブに行ったんですけども、さその一緒に飲んでる女の子がツイッターにつぶやいたんです、今ノンスタイルの井上と中川パラダイス飲んでると、マジヤバタニエン、マジヤバタニエンっていう、まあ分かんないです、何が面白いか分かんないですけどなんかヤバ中谷とかけたのか分かんないですよ、マジヤバ谷園、マジヤバ谷園、それを見逃さないのが中川パラダイスの嫁、ツイッター常に中川パラダイスの検索してますから、見つけてすぐ電話って、おい、お前ヤバ谷園ってない、そこそこお前ヤバ谷園ってない、お前知ってるぞ、私見てるぞって、ツイッターに書いてんぞお前っつったらパレスがもうごめんなさいっつったんですけど、そこで現れたのが吉本の白馬の王子様ノンスタイルの王子です、さっそうと現れて、おい俺に代われっつって、もしもしノンスタイルの井上ですっつったら、嫁が黙れ代われっつって一瞬で代わるもう一瞬で一瞬ですごくこんな早いことないっすよ、
僕あのご飯食べる番組をしてまして、うん、ああやってるね。でそれで最後のシーンが乾杯言って、うん、でビール飲んで、うん、でありがとうございましたで終わるんですけど、うん、まあその後もちょっと飲んだりするんですね、うん、でまあ地方なんでまあその空港まで2時間3時間とか車両移動があるんですね、うん、でまあ3時間あるからと思ってこうおしっこしてても、うん、その現場でねやっぱり高速道路で絶対したくなるというか、うん、で、あもうほんでこう寝てるじゃないですかやっぱ朝早いしほんで疲れて後ろで寝てて起きた瞬間にはもう一もう限界に来ておけるんですよ、はい、ですいませんドライバーさんあの次のインターチェンジで止めてもらっていいですかって言うてなあ分かりましたって言うてもこう全然ない時とかあるじゃないですか、はい、でもその時もうやばいんですよもう、うん、でやばいなと思ってずっと待っててほなしばらくしたらこうインターチェンジの看板見えるじゃないですか、うん、であインターチェンジの看板見えてきたとほんでまだまだ長いからもうちょっと一回窓ちょっと開けてちょっとここからこう風を当たってなんか分からん忘れようとか分からんこっちじゃないとこに持っていくんですけどもうあかんとほんでいやもうこれペットボトルにしようかなと思ってで一回ペットボトルでもちょっとあれ250ぐらいじゃないですか無理やなねほんで100ぐらい余ってるからちょっとあのんででもこれ250で足りるかなとおしっこってどんだけ出んやろう俺分からんわと思ってこれやめとこうと思って、うん、ほんならちょうどあったんですよ、うん、ほんでこう入ってくれはって、うん、でももうあのすいませんってギリギリなんであのギリギリまで止めてください言うてでギリギリにその便所の前まで止めてもらってバーッ走っていったんですよ、うん、ほなそこ大便と小便とこがあって俺大便の方行ってもらったんですよ、うん、ほな全部塔ついてて、うん、あ違うこっちじゃないと思ってほんで小便の方はあってで小便の方行ったら小便こう入ってこっちがあの手洗うとこででこっちにあるんですよでそれ分からへんであこっちじゃないとでもうやばいこのここの手洗いのとこにしたろうかなと思ったんですよもうギリギリなんですよもうここブックルなってるんですよもうつまんでほんであかんと思ってほんでこっち行ってもうパンツからもう生でグーンつまんだんですよほんでもうやばいからほんでもうここパンパンなんですよでもうやばいよもうここでしたろうかなもう下入ってきて宮川がねそこでやっとったってなったらこれやばいと思ってほんでこっちでほどいてでもうやばい思って走っていったんですよほんならこう入ったらこっちの奥やったんですよほんであこっちや思って一番手前のとこにやろう思ってパッて離したらこうおっさんおったんですよでおっさんおろう思ってまたこっちでキュッとやったんですけど一回おっさんのここにジッもうだいぶ食べてたやつやったんでジーやってしまったーおっさんこすったやないかもうあのホースをこうやっててパッてやったらジーになるやんもうジーになったジーになってうわー思ってジーなっておっちゃんパッて見たら、うん、ジーになってるのに全然気づいてないいけるんちゃうか思って言うた方がええんかなと思うんだけどそのおっちゃんなんかこんな感じやったんでもう言わんで大丈夫やろと思っておい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 照明かけてんなって言われたらすいませんって言うんですけどもう全然気づいてないけどこんな感じやったおるけどもうこのおっちゃんが垂れてたんちゃうかなおるけどそんなおっちゃんもう言わんとこうそのままひどいなぁ。いや、すいません、あれはでもね。で、そのマネージャーさんが続き、はい、次のマネージャーさんも違うマネージャーさんがついて、そのマネージャーさん、今のマネージャーさん一緒なんですけど、もう16年ぐらいついてるんですよ、現場で。もう長いマネージャーさん、上久保、はいはい、その子はやっぱ高校の当時なんか野球かなんか体育会系で、で早いうちからそういうなんか応用力とか対応力とかすごくやってくれて、で僕に対してもすごく我慢強くいろいろやってくれて、今までもずっとついてるんですけども、でも多分すごくやってくれるんですけど、プライベートが一切ないんですよ。そこはなんかね、一線を引くっていうか、お互いなんかこれはなんか線を引いてした方がいいんじゃないかなって、まあ暗黙だったんでしょうね。だから、収録が終わってご飯食べに行くことも一回もないですし、どっか遊びに行くこともないです。でもなんかやっぱりなんかあってもいいのかなと思いながら、ゴルフに誘ったかったんですよ。じゃあ今度の日曜日俺休みだし、休みだと思うからゴルフ行かないって言ったら、いやそれはもういろいろあるんで大丈夫です、大丈夫、ゴルフぐらい行かないかって言っても、まあなんかそこはやっぱり線を引きたがってるんでしょうかね。でまあ2年経って3年経って、もうそろそろ行かないって、ゴルフ行かないって言っても、
いや、多分他のメンバーのスケジュールもあると思いますんで、行かなきゃいけないんで、ちょっとって、でも偉いなっていう反面、そんな、顔見知りの人だから全然緊張することもないから大丈夫だから行こうよって言っても、固くなりことあるんですよ。んで、5年、6年経った時に初めて、ゴルフ行こっか、もうそろそろいいんじゃないかって、じゃあお供してよろしいでしょうかって、全然いい、ほんと気兼ねなく、じゃあ今度の日曜日お願いします。で、木曜日金曜日やって、おー明日明後日だろうなって、ちょっと打ちっぱなしとか行った方がいいですね、まあ別にそれは自由だけども行った方がいいんじゃないなで、日曜日の前の日の土曜日の金スマかなんかの収録があった時に、ちょうど特番かなんかだったんですかね、まあゲストの方々来てて、僕収録中にお腹痛くなって、で腹痛いなと思って、でも痛いのはまあこらえられるから大丈夫だけども、でもこれちょっと尋常じゃないな、ちょっと本当すいません、収録止めてちょっと休ませてもらえますかって、ほんと5分であれしますんで、で通り行っても出るわけでもないし、でも痛いな、ち戻ります、よし行きましょう、すいませんでしたってやってる時に、また痛くなって、この激痛なんだ、ちょっと油汗出てきて、その時女芸人さんが森さん中とかも何人かいて、これ止めたらまた次の日のスケジュールもないから、なんとかやんなきゃいけないなと思って、一回休ませてって楽屋戻ったら、そのままもう気を失っちゃったんです、で気づいたら病院で、うわ、何だったんだと思って、痛い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 、何だ、病院ですかって言ったら、今調べたら盲腸ですと、あ、そうですか、やっぱ痛いもんなんですか、痛いと、で夜中今1時2時ぐらいやったのかな、でどうすればいいですかって言ったら、これもう手術をするしかないですね、あので僕聞いたことあるんですけども、散らすことはできるんですか、散らすことはできますけども、今の段階では手術ですね、僕は散らして、まだちょっと収録があるんで、ちょっと散らして入院もしたくないし公表もしたくないし、そしたら明日の朝ちょっと数値を見てみましょうと、それで下がってたらちょっと考えましょうと、ほんでじゃあそのとりあえず入院してください、その2時からちょっと横になって寝たのかな、病室でで寝て、看護婦さんに起こされて、あーロボどうもおはようございますつって、数値の方測りますんで、測りました、じゃあ結果もうちょっとしますんでと、そで看護婦さんが出てって、入れ違いにその現場のマネージャーさんが来て、で僕はちょっとリクライニングでこうしながら、あーそうかどうか来たかっつって、あーもう大丈夫、本当悪いの、あの金スマの収録どうなったつ、いや大丈夫ですよ、もう気にしないでいいですよつ、あーそうだよな、つあゴルフお前行ってこいっつったら、何言ってるんですか、中井さんがこんなんなってんのに、あのゴルフには行くわけいかないですって、いや大丈夫だって、そんな俺も本当みんな知ってるメンバーだし、で俺はもう別にお前がいてもいなくてもこの治りのが関係ないから行っておいでつ、何言ってるんですか、中井さんがこんな状況で僕らが娯楽のゴルフが行けるくもないじゃないですか、行ってこいっつって、キャンセルするわけにもいかないですよ、それはみんな行けなくなっちゃうから、僕は行けません、行ってこいっつってたら、行けません、行ってこいって言ってるだろっつったら、全身ゴルフウェアだったんですよ。何万円吹けんなあれ、何万円だよ、その人がシューズまでゴルフショーだ、早い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 、何万なんかチェックの帽子かぶってて、ここに何かサングラスかけてた、行ってこいって全身ゴルフや、まあ本当に、なんて言うんでしょう、芸人の脳みそが邪魔して面倒くさいことになる時ってよくあるというか、まあなんか先を想像してしまって、こうなんて言うんですか、自分で首を絞めてしまうことがまあよくあるんですけど、あのズームイン朝という番組があって、あのそれ東京の方々は多分気づかないと思うんですけど、あれって結構ちょいちょい地方に飛ぶんですよね、でまあ東京の全国ニュースがあって、じゃあここからは大阪のスタジオ、読売テレビから、でちょっとしばらくしたらまた、日テレに行って、でまたみたいな、それの大阪の司会を何年か前にやらせてもらってた時がありまして、で朝早うにこうやってたんですけど、まあちょいちょいこう日本テレビの方に行くから休憩になるんですよね、もうスタジオのちょっと横で、でぼーっとしてた、ほんだ、もうそろそろ、こっち来ますみたいな、このあと阪神情報ですみたいな言うから、あ分かりました言って、で女子アナの人2人と僕真ん中立って、日テレのそのね有名なアナウンサーさんがバーってニュース読んでるのをこうでボーって見ながら、で秒数出てるんですよ、これ終わったら俺と来んねんなみたいな思って、ボーって朝やからこうしてたら、まあ、その時ちょうどマイケル・ジャクソンさんがお亡くなりになって、で、あそのニュースがあったんですけど、その時、マイケル・ジャクソンさんと親交があった浅野ゆう子さんのコメントをいただいてます。で、おーっと思ってパッて見たら、真っ青の画面に浅野ゆう子さんの、写真がパンと映って、本当に、昨日聞いた時は悲しかったです、
聞いた時に本当に悲しすぎて家で一人2時間スリラーを踊りました、そういったコメントですってなったんですよ。もう死ぬほど笑いそうなんでこれは普通やったらいいんですけど、やっぱ芸人っていうかね、やっぱりわーっと想像してしまうんですよ、ぐわーっていろんなことなんで、以上ですって言って、はいこっち来ますってなったんですよ。もうこんなんなってんのに、でも一応マイケルさん、ね、遠くの人ですからお腹になってるにしてもちょっと笑けるけど悲しい気持ちもあるし、浅野さんはきっと仲いいから悲しいんやろ、でもただなんで2時間一人でスリラー踊ったんやろと思ったら、もうこっち画面僕映ってるんですけど、もう内ももキュー握ってほんでまあやってたんですけど、もう他の間もずっと笑けてくるんですよ。でなんで2時間踊るん、えでもそれどういうこと、俺今まで死んだ人が曲出してへんかったし、踊ってるようなかったから踊れへんかっただけで、踊ってた人が死んだら俺も踊ったりすんのか、いやせえへんせえへんなんでとか思いながら阪神情報してるんですよ。もう全然まだ引っ張られて笑けてるんですよ。しかも聞いて悲しかってスリラー踊るってどういうことってなったら、まあ夜にねバー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 みたいな、もう家でみたいになって、はい、マイケルがでで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 でんでんでんでで、でんでんでんでで、やったんとか、やったん、やった、え、電話切ってすぐにスリラーの CD 入れて、ほんで定時になってこうやって泣きながらこうやったん、でもすぐにその手の届くところにスリラーの CD があったらええけど、多分そんなに仲ええ言うたってそんな昨日までスリラー聞いてへんかったら多分そうですか、そうですか。どこまであるかわかんないすよ、だよ、だからこのスリラーの中やけど開けたちゃうやつ入ってるやっと探し出してそれ治るからもうええわ、でやったとか、あとそれ一回踊ってやったらわかるんですけど、2時間ってことはでんでんでれんでんでー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 、それ2時間やったんとか、しかもその毎回ピピピピやってた3回目ぐらいで多分でん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 、あ押してなかったわとか泣いてるからちょっとちゃんと切ってなってないとかあったやろうしで泣いてる時あもうそれだ一度プログラム1にしてこれずっとこのスリラーだけがエンドレスと想像してきたら、もう阪神情報全然入ってけへんくてもう笑けてくるんですよ。しかもあとなんで2時間でやめたんっていう、いやそれはいいんですよ、浅野さん勝手にされたからいいんですけど、僕もそれやってる時も芸人のでバーって想像してしまうんですよ。なんで2時間でやめたん、なんで1時間じゃなくて3時間じゃなくてなんで2時間なんみたいなと思ったら、こうあこんな時間早めようとかこの振りの時にちょっと髪の毛の目線にいった、いや妄想やもん、だからずっと下向いてる踊りだと多分朝まで踊ってたか分からんけど、これがあったからあこんな時間早めようとかなったんとか思ったら笑っけてきて、これはほんま辛かったなと、まあこれは全部僕が悪いんですけどね、こういう想像してしまったという。ジュニアさんが最初の方喋られた、なんでこんな間違いを記者さんは起こすのかが最近あったんですけど、あの妖怪ウォッチという漫画のゲスト声優を今年やらせていただきまして、長澤まさみさんと武田鉄矢さんと堀ちえみさんと僕らだったんですね、花丸大吉で。でまあ、ゲスト声優で出るということは、そんだけ、まあ、いろんな記者会見とか、取材とかいっぱい受けるわけですよ。で僕妖怪ウォッチ大好きで、すごい光栄な仕事だったんで、まあ、いろんな記事もうほんと数え切れないぐらいインタビュー受けたんですけど、見れるやつは全部見たんですよ、自分でネットとか。でそのネットニュースの一つも本当に有名な斎藤さんなんですけど、まあ、僕らのインタビューが記事がバーって書いてあって、最後写真があるんですね、で妖怪ウォッチのぬいぐるみ持った花丸と僕がこうニコって笑ってるんですけど、その写真に書いてある文字が、まあ、博多花丸大吉なんで博多大丸とか、花吉だ吉丸だ、もういろんな間違いされてるんですけど、初めての間違いだったんですけど、もう写真の下に書いてあるのが、博多花丸と長澤まさみのマネージャーって書いてある。そんなことある？
いや、もう妖怪の仕業としか考えられない。はい、びっくりした。まあまあそれだけの話なんですけど。仕事帰り結構疲れてて荷物がめっちゃ多かってまあ、スーツケース持ってカバン持って、うん、で帰ろうと思ったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、今西宮っていうとこ住んでて、うん、距離は結構あるんで、まあ、タクシー乗ってもお金かかるけどもう今日はタクシーでええかと思って、うん、ほんで路上でこうやって待っててタクシー来たから手挙げてスーッタクシーが止まったらババンって運転手さんが降りてきはって、うん、でちょっとオールバックのちょっとお前細身の男の人ファーって来てもうトランクも開けててほんで失礼しますって言って僕のスーツケースをトランク入れて、うん、ほんで次ガチャってドア開けて頭打たんようにこういう感じでやってくれはるんですよ、うん、ほんでああすいませんって言ってほんでまあ入ってまあ僕座ってまあ素早く戻ってこられてどちらまでって言うからあ西宮のどこどこまでまあ家のところまで言うてほんで、ご指定のルートはございますかって聞いてきたからいや別にないですじゃあ私が最善のコースを見つけまして、うん、それで、行かせていただきますはい、うん、でまたもうようできた運転手さんやなぁ思ってでタクシーでもなんか運転手さんに乗ってもガツンガツンになったりとか、はいはい、もうなんかもうゆっくりしたいのにっていう感じするんですけど、うん、ものすごいなんかブレーキもアクセルもふわんふわんみたいな、うん、めちゃくちゃ癒させてくれるやんここっていうほんで僕こうボーっとしながら疲れたと思ってで窓の外見ながらもう独り言にほぼ独り言なんですけど、はあ、明日寒いんかなって言うたら、うん、前の運転手さんが最高気温23度最低気温17度と聞いておりますって言うんですよ、はあ、へえ今日阪神勝ったんかなって言ったら3対1で阪神勝利ですってもうなんかもうシリやなこれってなってもう俺の言うこと全部返してくるやんってなってこれ室内の気温はどうでしょうかみたいな温度はどうでしょうか、うんああもう全然もうちょうどいいぐらいです、うん、このままふわーってぼーっとしながらこれは癒されるわ思ってでまあバーって帰っててで家の前に着いてほんならまたバッバッと降りてきてガチャッと開けてくれてまたこの姿勢でで僕が降りてまあお金払ってからそう降りたんですけど、うん、その時に初めて今日はお送りさせていただきまして兵藤様光栄でございましたって言うんですよだから乗った時に、うん、あ兵藤さんやねって言われるとなんかふわっとできないというか一応なんか兵藤さんですよっていう感じしなあかんのに、うん、何も言わない、うん、でもバーッと出た時に兵藤さんって言わへんかったなやっぱりまだ知られてへんのかなという気にさせてもあかんから、うん、降りた時に兵藤様光栄でございましたっていう、うん、ようできた人やなと思ってで俺も完璧っすねって言うてでニコッと笑ってビャーッと戻ってまたウィーンって開けてこれからも楽しい話期待しておりますって言ってブーンって去っていったんですけどトランクに僕のスーツケース積んだまま最悪やんけ夜中2時家の前でトランクトランク相手のようにキー止まってバックライトついてホネーバンバン惜しかったですよねみたいなこと言うてきてやかましいわ惜しかったってお前も分かっとんのかよ下ろさせてんのもうちょいだ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 はい、行くじゃん、まあ、これね僕だけ、まあ、皆さんもちょっと聞きたい感じの話でもあるんですけど、はい、大人数で行った時は別にいいんですよでその2人ぐらいで僕が例えば後輩とサウナ行く、うん、で これが別に有名な芸人でもない、うん、ただの、まあ、そいつは放送作家のサダって言って、はいはいはい、もう見るからに頼んだ腹の出た、うん、もう汚らしいおっさんですよ、うん、でこのサダと、まあ、何ヶ月か前かな2人でじゃあサウナ行こうかってこう行くんですけどでサウナ今服脱いで、まあ、シャワーバーっと軽く浴びてで、まあ、浸かるなら浸かる、うん、そんなずっと一緒にいないじゃないですか、はいはい、別に2人で行ったからといって、はいはい、でサダがサウナルームにポンと入っていったのが見えたから、うん、朝田サウナ入ったんやなと思って、うん、じゃあ俺も行こうと思って、うん、遅ればせながら、まあ、1分後ぐらいに入ったんです、はいはいはい、ほんならもうすでにおっさんが1人こうって見ず知らずのおっさんが、うん、で佐田がその奥のとこに座っててでもそんなに広いサウナじゃないんで、はい、あまあまあええわと思って僕は手前のとこに。まあだからもうおっさん、まあ知らんおっさん間に挟んで、まあ、全員おっさんですけど、でこうバーッとでこの時に、はい、まあおっさんは松本やっていうね、はい、もう分かってますよね、はいはいはい、でこいつは全然顔もささないただのおっさん、はい、放送作家、はい、でこうなった時に早く
俺とこの定がペアであることを早く教えたいんですよ僕は。ね、松本は一人でサウナ来たって思われたない、ましてや時間ずれてるから、あの早くあのここはペアなんですとできてるんですと、いやできてないけど、あの他人じゃないんですと、他人やけど早く思わせて、だから何でもいいからさらにあのこのやつ何食べます、何でもいいんですよ、何でもいいんですよ、昨日はあれでしたね、何でもいいから何か喋ってってくれたら、はい、ね、そうなんですよ、あのうんっていうことで、はい、おっさんはあペアなんや、はい、ってなるじゃないですか、はいはいはい、ほなおっさんどうぞってちょっとよ、うん、のいてくれてる場合もあるし、何よりもあのなんかこう喋りかけられるおっちゃんにこの抑止力になるじゃないですか、だから早く来い早く来いって僕はさだにうんってこう思う見てるんですけど、さだはもう深井、いやじゃあ松本さん、あなたがね、佐田に声かけたらいいじゃないですかって思うでしょ、でもね、もうそうなったら僕もちょっともう意地もあるし、それからやっぱこうなんか後輩のなんか俺に対する愛を感じたいのよ、空気読んでくれ佐田、お前やろってね、で俺からもし佐田にあのおいあれどうなったなんて言うと、このおっさんがですよ、ものすごいよく分かったおっさんやったら、いや松本空気に耐えられへんようになって、はい、あの後輩にどうでもええ話しだしたで、で家帰って嫁に第3のビール飲みながら言われてもかついやで、なんか見透かされてるような気がするんですよ、だからもうずっと我慢してるんですけど、もう一向に佐田は何もこっちにアクション起こしてこないんで、もう本当はこれやりたくないんですよ、やりたくないんですけど、っていうね、こういう、っていう、あの、ミュージシャンで言う、これですよね。これと一緒。ペアかん、来いやペアかん、来いやってやるんですけど、サタン見たら、マジか、こいつ、マジかって。でも、これはもういかんのですけど、これだけやりたくないんですよ、はい、もう第二の矢を放つしかないじゃないですか、はい、あのもうこれ本当ルールギリギリなんですけど、ルールギリギリなんですよ、あっつわそれアウトじゃないですか、これはギリギリせえよ、もうせえよ、だってもうお前誰にも放ってないからでもこれ大チャンスですよ、大チャンスです、これでさらってみたらまた、弱音吐いてる独り言や松本がさ、サウナ来て暑いって何のひねりもない弱音吐いてさって発泡酒飲みながら言われる、いやいや、ほんでもうこれもうもうね、その時にもう冷や汗ですよサウナやるのに、でも第三の矢しかないじゃないですか、じゃあもう第三の矢しかないでしょ、もうね、ここのサウナ脱いよな、喋りかけてますよ、そしたらそうですかって横のおっさんに言われるバッドエンディングなんですよ、最悪なんです、二度とあんなことないようにしてほしい、全部や無駄打ちでした、僕めちゃめちゃ怖がりなんですね、であのなんか、ね、あの 夜にこうウォーキングとかするんですよ、ちょっと太ってるんで、まあ知れてますけど、でそれ絶対音楽聴いてやるんですけども、こう音楽聴いて歩いてて後ろからもうあの自転車が来ただけでおおってなるんですよ、何やねん今っていうなるかもな、何やねん今要するになんかね、いやそうやけどもう全く急にサッて出てきたらおおってなるんですよ、なるかもな、ほんであの家と家の間にこれぐらいのなんか変な路地みたいなところになんか
ポインターの焼き物とかの犬が置いてあったりしたら、おお、なるほど。なんでこんな隙間にポインター置いとくねん、ボケよ、みたいな。あんまないけど、ポインター。わかります？あの、ポインターとか。ポインターかな？いや、ポインターです、あれ。ほんで、それぐらいビビりなんですね。ほんで、僕、あの、海外行って帰ってきて、ちょっとこう、時差ボケで、朝5時半ぐらいなんです。まだ暗いんですよ。で、暗い時に、あ、ちょっとなんかこう、外でタバコ吸おうと思って、で、こう、自分の玄関パッと開けたら、おっさんが、ザザッってなったんですよ。ほんで、うちの家の前でちょっと玉砂利があって、おっさんザーッ滑って、向こうバーッ走っていきよったんですよ。ほんで、俺それザザッって、うわーって言って、ふわっ言うて、ほんで、お前言うて、ほんで、また走っていきよるから、待て言うて、俺、泥棒やもんだよ。いや、泥棒やもんだよ。待て言うて、俺、ぶわーっ走っていったら、向こうのおっさん、お前、泥棒やろって言うて、俺、おっきょうき声で、ほんで、そのおっさんが、急にザーッてその玉砂利のとこガーッて僕の方向いて清掃員ですって言ったんですよ、ほんで俺も急に走って行って向こうジャリッて言ったからバーッてなっておい何や言うて何で朝5時半にお前掃除してんねんボケ言うて嘘つくな言うてほな本当です言うから何で逃げんねんほんなら言うたらいやびっくりしたんでって言ういや俺の方がびっくりしたんじゃお前ほな、なんかこんなやりよるからあのナイフ出しとったと思ってまたザーッって言うから払えろって言うて何やそれ何出そうとしてんねんお前言うたら出すぎたの二つ折りの携帯やったんですよ何やその携帯怖いの何やその携帯言うたら管理会社に電話してくださいなんで電話せなあかんねんお前はせえや言うてほんでこうなんかはい言うてもうこんなんなんですよで俺もこうああなってああなってからでももう5時半やん言うて5時半なんか絶対出えへん言うてお前ほんまに清掃員か言うてそうです言うてもうやめろよお前びっくりさすの言うて俺がってめちゃめちゃ怖いねんぞお前知らねえよほんでその日は信じて終わったんですよ終わったね、ほんでまたそのウォーキングして、僕なんかあのコンビニ行って、ウォーキングしたのになんかおにぎり1個食べてもうたんですよ、で痩せるために歩いてるじゃんいや腹減るやんウォーキングでいやいいやんおにぎり300歩いてるやんいや300キロカロリーね200、ほんで食べてそのゴミを捨てようと思ってうちのとこ鍵ついてるんですけどそれがね5時ぐらいやったんですかねまたほんでカチャッと開けてこう音楽聴いてこうブーンと開けてそのゴミ捨てよう思ったらその一番奥のとこでギザザッなってるんですよでおおっなって俺も何やんって言うたらまたそいつなんですよびっくりするやんけほんならすいません言うていやすいませんやらへんねんもう早いねん全部掃除が朝やんねんほらいや僕本当にあの臆病なんでちょっとあの皆さんね会わない時間にやってるんですって言うからいや分かるけど2回目やでこれほんま怖い言うてで閉めたんですよほんで僕帰ったらほんならあの管理人から多分そいつ真面目やったんで多分驚かしてしまった宮川さんのことっていう電話したんあの報告したんですよねあのその管理会社の人がすいませんとあの聞きました宮川さんですよねうちの本当に清掃員があの本当にあのびっくりさせて本当に申し訳ございませんと住人にそんな気持ちにさせる清掃員は本当に強く怒っときますんでって言われていやもう強くやめてくださいとあの人すぐびっくりしはるんでもう優しくあのやってくださいって言って切ったんですよそういう話なんですそういう話です音楽やめたらええやん、はい、音楽やめたらいや音楽はやっとかの怖いんですよまた急に怖いんですよだから明るい曲聴いてなあの歩けないんですよ夜道を自分を開けていかんと